羽生ゅうゆずるさんの衣装。あなたならどっちを選ぶ起きて破りの回答続出。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。フィギュアスケーターの羽生ゅうゆずるさん。27に関する国際オリンピック委員会。IOC の SNS 投稿に反響が寄せられている中国版ツイッターウェイボー。ウェイボーの IOC 公式アカウントはこのほど。もしあなたがフィギュアスケート選手だったら、 羽生結弦が2022北京冬季五輪で着用したどちらの衣装を選びますか都市、羽生さんのショートプログラム、SP とフリーの2種類の衣装の写真を掲載した SP、女装とロンドカプリチ要素の衣装は青と白を基調とした軽やかなデザイン。フリーの、天と地との衣装はやや緑に近い青で花やストーンが映える。下はいずれも黒だ。なお、羽生さんは米ビジネスインサイダーの北京五輪における ベストドレスアスリート8人にも選ばれている IOC 公式アカウントの問いかけに中国のファンからは天と地とがいい勇気と運命の 4A4 回転アクセルどっちも良いけど私はロンドを選ぶかなといった声が上がったもののごく少数で何言ってるの両方に決まってるどちらかを選ぶのは子供私は両方を選ぶね私は天と地との衣装を着てロンドの衣装を抱いて帰る 本人も込みで2着とも送ってくださいとの声や、私は羽生結弦を選びます。私が選ぶのは、羽生くん。どちらの衣装も羽生結弦本人には叶わないとの声など、起きて破りとも言える回答がほとんどを占めた。この他、笑える。衣装がスリムすぎて着られるわけないでしょ彼が着さえすればすべてかっこよくなる衣装同行ではなく、彼はオリンピックのプライスレスな宝といった声も寄せられている出展。 翻訳、編集。北田ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。